国道百五十六号は岐阜県岐阜市から富山県高岡市に至る一般国道である。国道二十一号との分岐岐阜県、橋間郡南町岐南インター交差点岐阜県岐阜市の赤根部本郷交差点を起点にして富山県高岡市四宮交差点を終点とする東海地方から北陸地方まで南北につなぐ延長約二百十七キロメートルの一般国道の 路線で主な通過地は岐阜県関市、美濃市、郡上市、高山市、大野郡白川村、富山県南都市、都並市である。起点、岐阜市から橋間郡議南町までの 2.8km 区間は国道21号機大バイパスとの徴用区間である。岐阜県、富山県にまたがる山間部は小川の谷の斜面を削って道をつけた区間で、かつては 道幅が狭く、大変危険ないわゆる、国道だったため、路線番号にかけて、一頃と揶揄された。現在は、トンネルや橋梁などによって、バイパス整備が進み、清流やダム湖を望む、快適路となっている。一般的に、岐阜県の見ぼろ湖から、富山県都並島での区間を指して、別名、飛越橋合掌ラインとも呼ばれている。ほぼ前線にかけて、 東海北陸自動車道が並走しているが、小川から白川号の 30km 区間は、中部縦貫道、松本方面との接続を考慮し、東側の左を見へと迂回している。一般国道の路線を指定する政令に基づく、奇襲点及び、経過値は次の通り、道路法に基づく二級国道として、初回指定された路線の一つである。 1953年5月28日の二級国道、指定当初は二級国道156号、路線名を岐阜高岡線と名付けられ、岐阜市から岐阜県郡上郡白鳥町まで二級国道157号、金沢岐阜線と区間を徴用する指定がされていた。1965年4月1日の道路法改正に伴い、一級国道と二級国道が、 廃止統合されたことにより、一般国道に代わり、在来の路線名はなくなって、一般国道156号が正式な路線名となる。1975年に国道157号の経路変更により、国道157号とは、起点の岐阜市でのみ接続するようになった。岐阜、富山県の昭川橋の区間は、 小川の深い渓谷沿いに走る山道で、なだれや落石が多発する道幅も狭い、危険な国道だったため、一頃、一頃線揶揄され、恐れられた。そのような狭い道路はバイパスを含めた、道路改良によって整備され、道がいるほどの改装路となり、随所に残された旧道は、危険な道路として恐れられた、当時の名残を見ることができる。岐阜。 富山間の山岳部の小川沿いに続く道路は、清流を望む、海藻路となっている。高山市小川町岩瀬から、大野郡白川村牧の見ぼろ湖にかけては、トンネルの幅が狭く、大型車同士のすれ違いが困難となっている。ローカルルールとして、トンネル内での対面を避けるため、入り口手前でクラクションを鳴らしながら通行する、トラックが多い。現在、 東国道の見ぼろ湖周辺区間において数本のトンネル建設を含めた福島バイパスの計画があり2010年に福島第三トンネルが強用されたただし県の財政が厳しいことから同バイパスの他の区間については建設期間が長期に及ぶ可能性が高い白川村岩瀬付近で小川を挟んだ対岸に目を向けるときれいに 積み上げられた山が見えるが、これは、東海北陸自動車道の日田トンネル掘削時に、排出された残土である。岐阜東バイパス、岐阜県岐阜市、宝来町白川号最寄り交差点岐阜県大野郡、白川村小木町国道158号との、重複区間岐阜県郡上市高須町道の駅国道156号上より、望む、賀沼合師匠り集落2013年5月。 撮影九上市高須町昼賀の高原付近で中央分水嶺を横切る。本路線が通過する岐阜県と富山県の県境は蛇行している小川に設定されており、トンネルと橋で直線上に貫いているため、県境を7回連続でまたいでおり、一種の名所となっている。小川に沿うルートはカーブ区間が多いが、四季折々に山海の美しい自然を見ることができる。 岐阜県白川村の白川郷から富山県南都市の五箇山にかけて世界遺産に登録された白川郷五箇山の合掌造り集落の昔ながらの合掌造り集落が見られる。またこの区間にある合掌橋や飛越橋、貯橋などの7箇所の橋は総称して飛越7橋と呼称され橋ごとに欄干が7色に塗り分けられている。五箇山の北側では 三頂の豊かな自然と昭お及びダム湖が織りなす絶景のワインディングロードとしても知られている。交差する場所の括弧書きは地名、それ以外は交差点名、インターチェンジ名で表示。ありがとうございます。